そんな嘘だ、嘘だよ、嘘だー。オリバー、どうして目を覚ましてくれないの？ねえ、何があったの？オリバーは夢を見てるんでしょうかね。気を失ったまま一体どういう状態になってるんでしょうか。あの時、なあ、あれからもう何日目や？もう数えてない。何日もずっとこの眠ったままの状態っていうことでしょうかね。ジェシの玉は割れてもうた。でもアリシア様は解放されへん。そしてオリバーもや。オリバー、俺らはお前に頼りすぎとったのかもしれへん。お前の魔法に。うん、そうだ、ジャイロは？う、ああ、外におるやろう。もうこんな時に。マル、あいつを呼んできてくれんか。いつまでもここにおるわけにはいかんやろう。そうだね。お、まさかのマルを操作する時間がやってまいりましたね。新鮮です。外にジャイロがいるみたいなんで、ちょっと見に行ってみましょう。マジ衝撃の事実なんだけど、ずっと探してたアリシア様が実は本物のお母さんだったってことですね。外を指してますね。外に行くの？どうやら1の国と2の国はなんか時系列にズレがあるのかな。100年くらい、わかんないけど。ジャイロ？マルカ。ねえ、そばにいてあげようよ、オリバーの。俺に何ができるんだ。俺がそばにいれば目を覚ますってのか？でも俺もお前も助けられたんだよな、あいつの魔法で。うん、二人とも抜け殻人だったんだよね。でも俺たちはあいつに何もしてやれねえ。こんな時にも何もな。クソ、ジャイロ。ならば死んでしまいますか。誰誰誰誰誰。あ、ブーデー。なんかちょっと見た目変わった。なんであの時消えたはずじゃ。私は横島なる心より生まれし思念の集合体。あの程度では消滅いたしません。グフィ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 。くそ、オリバーはいないってのに。私たちだけでもやらなきゃ。え、戦うの？え、勝てないって。あれ？母さん、全部無駄だったの？どこにいるの？母さんはもう。誰？ココル、なんでこんなところにいるの？あのね、ココルはね、どこでも行くの。え？行ったでしょ？オリバーのこと、ココルはいつも見てるよ。僕、母さん助けられなかったんだ。今までずっと頑張ってきたのに、全部無駄だったんだ。ううん、無駄じゃないよ。え？オリバーはみんなに贈り物をしたの。あのね、オリバー、お目目閉じて聞いててね。うん。おいおい、そんなに気合い出すなよ。俺の仕事が減っちまうだろ。今の俺は絶好調だからな。あの時とは一味も二味も違うのさ。思えばあれからこの国も変わったよな。あの王様すらやる気に満ちてるんだぜ。だよな、変わった変わった。全部あの少年が来てからだよな。この人たちはコロネールの。オリバーがね、最初に助けた人、心をあげた人だよ。心を、うん、でね、まだあるの、聞いて。何？チューベルのやつがまた悪さしたか。早速ミーの手で凝らし。おはよう、レイラーバさん。聞いて、今朝はパパが朝ごはん作ってくれたの。それ、いいのよ、持っておいき。宮殿にある食べ物はみんなのものだからね。
あたしなら少しぐらい食べなくても。ええか、ジュニア、妖精に必要なんは何かわかるか。はい、そこのチビ。何？ちゃうで、笑いや。妖精が可愛らしいんは人間らを笑いに導くためのやな。確かにオリバーの魔力は発展途上、私たちに比べればまだまだ未熟ですが、信じたいんです、彼の特別な力。ブール遅いぞ僕よりなまってんじゃないか。あ、ちょっと引っ張るな。いいかてめえら、飛行艇団再始動だ。国なんて関係ねえ、ジャボーの野郎に好きにさせてんじゃねえぞ。皆さん大丈夫、この町には私がいます。ジャボーの脅威から守ってみせます。必ず。エンジンの構造がこうだからって。ああ、頭痛くなってきた。まったくもう、触ってみりゃ一発なのにな。人々の心を譲り受け与えるもの、悲しみの世を救うべし。あなたのことよ、あなたのおかげでみんなが救われたの、みんなの心が救われたの。母さん嬉しいのよ、オリバー。めっちゃ泣きそうなんだけど。みんな、ね、みんな、オリバーがくれた贈り物のおかげなんだよ。僕がみんなをありがとう、ココル。うん、いいよ。僕、行かなきゃ。みんなのところに行かなきゃ。うん。復活か？オリバー、これがね、オリバーの心の力なんだよ。お、オリバーの心の力でグラディオンの真の力が解放された。また？また？さらにパワーアップ？グラディオンを覚えた。なにこれ？これなに、どうなんのこれ使うと。やべ、ボロボロになってる。私たちだけじゃダメなの。戯れの時間はおしまいです。そう、もうおしまいだ。この声はかっこいい。かっこいいだろこれ。マジで泣きそうなんだけど。グラディオン、グラディオン来た。強い。ごめんみんな遅くなった。オリバー遅刻しすぎだぜ。絶対に許さんぞ。ある、ジャイロ、一つにしようよ、僕たちの心の力を。うん、やばい、すげえ、めっちゃ心が熱くなる感じだね。グラディオン使ってみよう。魔法光ダメージ、グラディオン460。めちゃめちゃ食らう。めちゃめちゃ食らうんだけど。守ろう。 OK、チャンスチャンス、グラディオン。炎症時間結構長い。オッケー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 。ただ MP をどんどん回復しながら魔法を打ちたいんでね。死者の呼び声なんかやばそう、やばそう。これ何これやばそう。そんな技使ってた、ま、さっき使ってなかった技だよね。ただあんまり食らわないですね。グラディオン、グラディオンマジ強いんだけど。ガード、オッケー、チャンス。そしてもうグラディオンでこれ終わりじゃないですかね。とどめだ、グラディオン。あとちょっとだね。ヘルズストーン、え、君必殺技使うの、弱そう。何も起きなかったんだけど。ガード、オッケー。じゃ最後グラディオンでとどめを刺していきたいと思います。
これでとどめだ、グラディオン。強すぎグラディオン、最強魔法だね。オッケーです。さあ、やっと50レベルになりましたね。オッケーオッケーオッケー。オリバー、もう大丈夫なの？うん、平気だよ。おお、一皮むけたって感じだな。心配かけてごめんね、みんな。ねえオリバー、あの時何があったの？僕は知ってしまったんだ、真実を。嘘や、アリシア様が。オリバーのお母さん？うん、あの記憶は本物だと思う。僕と母さんだけの思い出もあったから。でも戻ってこれたんだ、ココル。そしてみんなのおかげでね。ああ、無駄じゃなかったのさ、お前の行動は全部な。それにしてもココルちゃんって一体何者？まさかその子もアリシア様が。それはないんじゃないかな。でもただのガキってわけじゃないよな。さっきの魔法もそいつのおかげなんだろ？うん、グラディオンがジャボに対抗できるっていうその理由、それがこの魔法だったんじゃないかって思うんだ。心の魔法、グラディオンか。でもさ、これで今度こそジャボーの城に乗り込めるってわけだよね。ああ、終わらせようぜ。せやな、ほんな行くで。ジャボーが居座る暗黒の城、七種城へ。おお、というわけでまた向かうのか、あの死者の湖に。ちょっと一旦セーブした方がいいなこれね。ちょっと一旦セーブしましょうか。はい、セーブも終えたんで進んでいきましょう。またあの死者の湖へ行くのちょっとめんどくさいな。まあ行きましょう。そうだよね、今度は逆にあの湖の奥側を指すようになってしまいましたね。ああ、さすがにあの飛竜で行けないと思うんで、ここは、まあ、地道に歩いていくしかないんでしょうけど、結構死者の湖も長かったんでね、一旦この町に戻ったのは微妙に痛いですね。サクッとこう通り過ぎないかな。よーす。あ、ここなんかワープゾーンあるじゃん。え？どこに行くの？おお、親切設計。ブーデーと戦ったところに飛んできましたね。こっちですね。いいねいいね、これはめちゃくちゃ優しい設計です。さあ進んでいきましょう。この荒れた川の上をね進んでいきたいと思います。ここからは完全に未知の領域ですね。こっちで合ってますよね。特に何もないですね。まあ道なりに進んでいきましょう。ここで抜けられるのかな、湖。なんだ、やーば、怖っ。なんか亀裂入ってるけど大丈夫？亀裂入ってるけど。アニメになった、アニメに。いるいるいる。さあセーブポイントもありますね。怖えな、こうマジで。とりあえずセーブしましょうか。入りましょうか。まあ、すんなりボスってわけにはいかないでしょうから、まあほぼほぼラストダンジョン的な感じですよね、このいでたちは。長そうですね。左とか行ける？行けないですね。開くの？え？なになに？なになになに？怖い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 。え、なに？開くん？開くんかーい！鍵閉めとけよ。なんで開くの？怖っ。怖っ。え？意外と狭い。意外と狭いのこれ。あ、敵いる敵いる敵いるよ。でもあっあっ、怖い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 。
怖い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 、敵向かってくるやつなんだけど、ちょっと逃げましょう。サクッと避けていく感じですね。え、これ何？あ、でもそんなに短くはないな、これ。何これ？弾あるけど。光った。何これ？お、道が？階段が現れましたね。まあ、スイッチになってるみたいですね。今なんか音がせんかったか？どっかで仕掛けても動いたんちゃうか？そうですね。そうみたいですね。ロボとかおるし。ロボとかおるし。いやもう戦うしかないですね、これは。さあ戦っていきましょう。横一線、ほら殴れ殴れ。序でやべ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 、オッケー、女帝倒そう。女帝なんかこいつ即死魔法使ってきそうだから、闇の。ほら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 、あーしぶといしぶとい。あれ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 、ジャイロ死んでない？気づかなかったけど、なんか寝そべってたんだけど。即死魔法食らったか。いや即死魔法ずるいよなマジで。マルも一気に MP なかってるし、やべえぞ。ここザコと戦いたくないんだけど。宝箱、これはアンロック系ですね。アンロック、賢者の薬、オッケー。じゃあ左と右は見たんで真ん中ですね。ここ進んでいきましょう。先ほど階段が現れたのはここでしょうかね。いやこれ後ろから当たった方がいいんじゃないかな。オッケー、まあこれは逃げましょう。バックアタックの時はもう不用意な戦闘はしない。 MP 温存、行きましょう。また左右に分かれてて、あ、道がないですね。これまた道を作る感じでしょうか。スイッチが多分あるんでしょうね。こっちにつけます。道できる？できますね。この仕掛け別にいらんくない？さっきみたいに階段ができたんちゃうか？あんまりひねりがない仕掛けですね。なんか飛んでるやついる。いやー戦いますか。デッド魔導士、全体攻撃しますか。でたらめ切り、おら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 、結構食らうね。125食らった。ハーサムに食らうんだけど、ハーサムいけ、やれ、倒せ、ハーサム倒せ。オッケー、殴れ殴れ。これはニャンのがいいかな。めっちゃ食らった、めっちゃ食らった。え、めっちゃくれてない？あ、ちょっと待って、技ある、技技技技技、オッケー。極限の力、極限の力ってなんかあれなんだよな、攻撃力アップ嬉しいんだけど地味なんだよな。攻撃技の方がいいんだけど。みんなすごいよ。オッケー。暗黒、やばそう暗黒って。全体、敵全体を気絶にする。やばそう、暗黒やばそう。闇の呼び声の強化版か。ザラギ的な感じ、ドラクで言う全体即死魔法みたいな。宝箱、天の息吹を手に入れた。よし、さあ進んでいきましょう。扉が見えますね。次のフロアに行けるのかな。特に何もない。開くんでしょうかねこれね。せい、割と一本の宝箱、
恵みの聖水、オッケーオッケーオッケー。またまた階段が続きますね。どんどん上に登っていく。なんかアングルおかしくない？気持ち悪いぞ、なんか酔いそう、酔いそうな。何これ、何これ、こっち行けるの、登れるの、見にくいんだけど。ちょっとすいません、めちゃめちゃ見にくい、動かしにくいんだけど。これ、何これ、どうやって動かせばいいんだこれ。あれ、こうか。難しい、難しい、これスティック操作が。もうこれは十分気持ち悪くなるし、あー動かしにくい。これどうやって操作すればいいの、これマジむずいんだけど、わけわかんない。端っこなんか刺ってんだけど、あっちが逆、え、どっから来たんだっけ、こっちか。あー気持ち悪かった。まだこっちの方がマシかな。え、なんか地図がマッピングされないね。書かれなくなっちゃった。消えちゃうんだけど、通っても。宝箱が見えるけど、これは取れるのかな、取れそう。獣王のキーは、これも強そう。攻撃力アップ。うん。オッケー。こっちは？こっちは何もない。はいはいはい、わかりました。でこっちかな、こっち行ってないよね。宝箱結構いっぱい落ちてますね。グレートシールド絶対強い、絶対強い。装備整えられるんだけど、縦装備してるのって、あめっちゃ上がるんだけど。他縦装備してる人いる？あんまりいないね。こっちかな、行き止まり、行き止まりだ。え、迷ったぞ、マジで迷った。こっちに行って左行ってって感じかな。扉がある、ここ行ってないよね、扉ね。宝箱、飽きたことないっぽいな、ここは。うん、開けます、飽きたことないわ。敵がいてと、ぐるっと一周できるような感じになってるっぽいですね。開くのかなこれ、長いぞ。行き止まり、行き止まり。うわ、スチームンがいる、スチームンが。後ろをこっそり取っていきます。なんとか抜けていきましたね。これ下降りれるのかな、これ。これ下降りれるっぽくない？大丈夫これ。降りちゃダメだよね。降りたら死ぬな、降りれないな。じゃあこっちかな？あ、こっちだ。なんか広い。いや、いる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 。やばいやばい。こっち開けれる？開く。あっ！宝箱か。宝箱欲しいけど、嫌なんだよな、こいつら。逃げるかも、最初から。守るじゃない、逃げる。逃げる！引き上げだ。やばいって、マジで。アンロック。なんかいいもんくれ、なんかいいもんくれ。キュアバイタル、いいもんかどうかわかんねえな。 MP がないよ、アイテム使いたくないよ。敵が多いよ、扉も多いな。もう女帝がやだ、即死攻撃使ってくるから。
逃げる。いや一発で絶対に生かさせてくれんね。頼む。いやもう頼むってマジで。なんで頼む。無理すぎ。セーブポイント、セーブポイント来てくれ。開けます。あーこれ後ろからタッチして、よし OK。 後ろからタッチして逃げるのはマジで 100% 逃げれるんだよ。さいなり。ひとまず逃げるよ。この陰キャ戦法ね、なかなか使えますね。ここただの行き止まり、ただの行き止まり。あそう、じゃあこっちですね。これもちょっと後ろからタッチして逃げていきましょう。敵なの？敵ですよ。逃げます。引き上げだ。この戦法マジ強いんだけど。開けます。おおお、なんか仕掛けある。ここここが正解なのかな。どうなるんだ。あそこ道ができるんだ。うーん、そこってどこか分かんなかったけど。また階段ができたやろうか。どっか階段ができてないか探してみるで。 OK。まあ、星マークついてるんでね、すぐに見つけられることでしょう。後ろ取っていきます。ここかな。いや勘弁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 めっちゃしつこい、めっちゃしつこかった今。逃げさせてくれ一発で頼む。そんな願い届かず。死んじゃう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 。よし、これ高度な魔法？高度な魔法ってどうやってあれなの？なんか あったのかな、イベントが。高度な魔法の宝箱開けられる、高度な魔法の宝箱を開けられる魔法を覚えるイベントが、まあ、意外とあのサブクエとかね結構無視で進んできてるんで。また仕掛けがありますね。触ります。ん？おお、扉が出てきて、そろ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 もうボス出てくるんじゃないのこれ。ジャボ、今度はどこに階段ができたんやろうな。早く探しに行くで。回復せな、やばいけど MP がマジない。どこに出た？めっちゃ遠いんだけど。え、どこに行けばいいのこれ。え？行くとこなくねこれもう。え？どっかに戻らないといけないんだよねこれね。やば。ここか。ここか。負けないよ。敵が多すぎて。しつこい。そして一発で、いや一発で絶対逃げれんの。この塩どうにかしてくれよ。いや逃げさせて逃げさせて逃げさせて。 OK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 。 なんか逃げてばっかりの動画になっちゃうねこのままだと。ここできたとこだよね多分ね。よしよし、ここだ。よかったよかった、割と近くでよかったわ。あセーブポイントじゃないこれ。お、この奥ジャボいるわ。ちょっと回復しましょうか。そしてセーブしていきたいと思います。